Bonjour! 話そうフランス語1分レッスン。フランス語講師のやすこです。今日も会話で使える便利な一言を楽しく覚えましょう。今回ご紹介するのは、レストランでの食事中によく耳にするフレーズです。運ばれてきた料理を見て、ボリュームたっぷりというこの表現。フランス語では何て言うでしょうか？量が多いわけですから。僕が使えそうですね。もちろん正しいのですが、料理のボリュームがすごいと言いたい場合、フランス人はこのように言います。セコピュー、セコピュー。形容詞のコピューは、豊富な、たっぷりのという意味です。コピューという音がなんだか可愛らしいですね。ちなみに、コピューの女性形は、コピューズ、コピューズ。男性系のコピュー、女性系コピューズ。セットで覚えましょう。いかがでした？今後レストランでボリュームたっぷりの食事をしたら、セコピュー、セテコピューと嬉しい驚きを表現してみてください。それではまた次回の1分レッスンでお会いしましょう。アビアントー。